写真拡大 DNA1-0 日本ハムオープン戦13日札幌ドーム。日本ハムの清宮幸太郎内野手が13日 DNA とのオープン戦に8回の守備から9回1死1塁で回ってきた打席では DNA 斎藤の低め変化球を打って2ゴロに倒れた。昨年10月に右肘を手術してキャンプは2軍スタートだった清宮は今月9日に1軍合流したばかり。今季初めてとなる札幌ドームで快音は響かなかった。無観客の本拠地を初体験して、やっぱ寂しいなと思います。ファンの人たちがいないと、こんなにも違うんだなと感じますと口にした清宮。この日から左翼席に張り出された応援ボードを目にして、心に響くものがあった。ああいう形でも応援してくれているということが直に伝わってきました。応援してくれる人たちのために僕たちもいいプレーしないとなと思いました。気持ちを新たに開幕1軍へアピールする石川花子。花子石川。